久保寺、柳川から速いパスで本田、またパスつないでいく、ここで中に入ってフローターショット、活躍を見せました。まず最初このフローターショット、柔らかいタッチで決めていきました。栗原、林、テイク入れてバンクショット、得点到達しています。今日の試合チームのほぼ半分ですね。いいパスで林、いい流れでした。残り短くなってきた、ハイローの合わせはうまく合わない。ハインズがダンク、今狙っている、そこに渡った。1対1、本田が決めます。ここは決まりません。前に送って、この1対1は、いや、ここは決まりました。ディフェンスファールかというのも難しい判定になってくるんですが、この1対1はポストアップ、外ハインズ、中へ入ってきました。ギリギリ間に合っているか。ちょうどブザーの音とですね、あの笛の音が重なって、笛の音が聞こえなかったんですけれども、最後このわずかどうする、アウダで行くのか。アウダブロックしたか。おお、ここブロック、ナイス。最後のショットはノーカウントです。火災のドライブ、火災のドライブ、笛はありませんが、林のフローター、林、先ほどのスリーポイントからやはり乗っているか。うまくスクリーンかけた、ムボジ、外ショットクロック3秒、ショットクロックがギリギリ、ハインズステップバック、スリーが決まった。最高のところでハインズのスリーが来ました。このプレーをデザインしていたのか、ステップバックで間をアウダをしっかりと一つかわしてから、ここは沸きました。